散財、それは、It's my life! ビートナイトです。すみません、直島さん。全部、ビートナイトです。このためご視聴ありがとうございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい。いやー、やっちゃったね。そんなわけで、皆さん、もう終わったかな、今日で終わりかな、12月の2日までだったんですけど、アマゾンブラックフライデー、なぜか木曜日に終わるブラックフライデーなんですけども、どうでした、皆さん何か買いましたか。僕はね、まあサムネイル見ていただいたと思うんですけども、まあさっきね、まあいろいろ届きまして、最終便みたいな、まあ買ったやつの、まあ、全部、まああと数点ちょろちょろ、もしかしたらまた後から届くかもしれないんですけども、届きまして、なんか最初買う時ってこうポチポチ押していって、まあこんなもんだろうって言って、でまた、あ、やっぱりあれも欲しいなみたいな感じでこうね、毎日続けていくと、こう物ってものすごい量になるんですね。まあ人生と同じでですね、やっぱこう塵も積もればなんとやらっていうね形でですね、結構な量が届いてます。ちょっと一回見に行きましょうか、あの現場にご案内します。はい、ヒューナースドルフのアルミコンテナですね。やっぱりね、めっちゃかっこいいっす。一番下が70で、次が45だったかな。まあ部屋のね、インテリアとしてもね、すごく合うなと思いまして、気に入ってます。一気に届いたね、これ。しかしこれさすがにやばいね、確実にバレるよね、これね。どうする、これ隠す、まず隠そう、隠そう、隠そう、そうしよう、そうしよう。ただもう皆さんにもね、紹介したいんで、ちょっと一旦、開封して、隠す。開封して、部屋で、紹介、する。まず、あ、やべえ。これもう最初から言っていくと、フレックススポットっていう、スタンディングデスクのパーツね。めっちゃ重い。これはもう、いっちゃん最後。っていうか、紹介できるかどうかわかんない。これ組み立てないといけないからね。この後ろの板もそうです。開けていきましょう。 ND フィルター、スモールリグ、カメラ関係ですね。撮影で使うこれもトランシーバーですね。トランスミッター、焚き火シート。おー、今年序盤に紹介したウィナーウェル のテントカバーってやつですね。1年分のありがとうを送りますって書いてありますね。はい、なんやろ、アマゾンから1年分のありがとうが届きましたね。タオル。まあ今年も終わるんで、これね、タオルね。おう、はい、スタンレーのウォータータンク。まあ、iPhone とか、AirPods、Apple Watch を、まあ、1台で充電できる、まあ、充電スタンドですね。はい。ちょっとこれ、記憶がない。はい。はい、歯ブラシ。これは、Amazon ブラックフライデーで半額になってましたね。はい。この靴ね。ブラックフライデーで安くなってたんで、はい、買っちゃいました。これはね、ずっと欲しかったんですけど、スノーピークのシェルフコンテナですね。25ってやつを買いました。これまたちょっと後で紹介します。ちなみにこれね、2個買いました。はい、そんなわけで、まあ、妻にもね、言ってあるやつはあるんですよ、もちろん。ただ言ってないものもあるんで、ちょっとね、隠すかなという。はい、今回届いたものが、まあまああるんで、なんかあったじゃないですか、でっかいの。あれは、スタンディングデスクをね、導入しようと思いまして、僕座り続けていて、もう腰おかしくて、まあ、これはね、ちょっと立って仕事をしてもいいんじゃないかと思いまして、スタンディングデスクをね、購入しました。でも実際、開けてみると、段ボールがでかいだけであって、意外とね、少ない。かな多分。まあ、
ちょっと見ていこうか。まず1点目がこちらですね。フィリップスの電動歯ブラシです。これ通常価格が Amazon で 3万1000円ぐらいだったんですよ。これ2本ついてるんですけど、で、まあ、妻の歯ブラシも僕の電動歯ブラシもなんか壊れちゃって、ちょうど、まあ、欲しいねって言ってたんで買いました。でちょうどね、これがいいと思ってたら半額になったんで速攻ポチりましたね。はい、中身どんなんなんだろう、ちょっと一応見てみようか。使用感っていうのは今回紹介できないんですけど、まあ何でしょう、買ったものを、まあ、とりあえずガンガン開けていくっていうね、動画になりますが、ご了承いただければと思います。また買ってよかったものとかでね紹介していきたいなと思います。はい、まあ白と、まあ、黒ですね。まあ僕が黒になると思いますけども、歯ブラシの絵が計、これ絵になるの、これなんだろう、なんですかこれ。これ後でちょっと説明しておきます。まあ歯ブラシの絵がサイズ違いなものが3つついてますね。はい、まあ、結構人気だったんで買えてよかったなと、はい、思いました。まあ半額はやばいっすよね。うん、はい、で次がこれかな。これがね3899円になってるんですけど、購入した価格がねちょっと忘れた、でも3000円台前半までお値段下がってたはずなんですけど、これが、まあ、ずっとね僕欲しかったんですけど、こういった、まあ、iPhone であったり Apple Watch、 あと AirPods をね充電するスタンドが欲しかったので購入しました。今ちょうどねスマホの充電もなくなりそうなんで、一回セットしてこれ、どんなもんかやってみましょうかいう感じではめ込むわけですわ。これアップルウォッチの線をここにバーって通して、ここにつなげばいいのかな多分ね。でもあれ、ねえねえ、びっくりしたことがございました。すいません、アップルウォッチのこの充電するやつついてた新品自分のお持ちのもとものを使う必要もなさそうですね。しまった。まあ、こんな形で今完成したんですけど、ここが多分、お、光った、 AirPods が今充電始まった。充電切れてるから置くと、聞いたぜ。こういうステーションになるわけですね。いいじゃん、結構これで全部充電できるんですね。これ Amazon ブラックフライデーで安く購入したのがソレルの、まあブーツ式の靴ですね。まあ冬用の靴としてですね、購入しました。まあね、実はもうこれ僕2足目なんですよ。まあ、以前はね正規の値段で16,500円でね購入したんですけども、これがね確か12,000なんぼだった気がする、13,000だったかな、で購入できたんですよね。でなんでねこれ2足目かっていうと、1足目焚き火ストーブかなんかにちょっと足がたまたまちょっとついちゃってて溶けちゃって、ここの部分がもうバッキバキに壊れちゃったんで、冬なのにそこすっごい風入るし、雪のとこ行ってもめっちゃ湿ってきたんで新しく購入しました。これねめちゃめちゃ気に入っていて、履きやすいし、まあ履きやすくてフィット感があるんで僕は気に入ってます。よいしょ、なんか前のものよりもちょっと履きにくくなったような気もする。靴下の問題かな。あとはね ND フィルターもね買ったんですよね。今回はね日誌の ND フィルターを買ってみました。まあ、ND フィルター僕結構買っては壊し傷つけっていうことをやっていて、最近買ったやつだとこれか、最近買ったやつだとポーラプロっていうピーター・マッキーノとかが使ってる ND フィルター、これね、これまあちょっと傷ついちゃってるんで、まああんまり本格的な撮影の時とかはね使えないなと思って、あとややねこれね黄色が強く出るんですよね。この健康の ND フィルターとかもね使ってました。 NDX2 っていうND フィルターですね。これね結構良かったですけど、落としちゃって僕、落としまして外れちゃいまして、
ちょっと今使えないということで、これあかんなと。あ、これ結構いいかも、マジで。パッと見いい感じがする。これ結構いいね。ちょっと青いかな。なんかちょっと青が強く出るような感じもしなくはない。マックスにすると結構青みが出るね。なるほど。まあ、この ND フィルターはね、大事に使っていきたいと思います。これもね、ブラックフライデーでちょっと安くなってたんですよね。なので購入しました。はい。まあ、もうこれ紹介するまでもないぐらいお持ちの方も多いと思うんですけど、このスノーピークのシェルフコンテナをね、2個買いました。で、25っていうね、サイズのものにしたんですね。もう1個上が50かな、があると思うんですけど、それね、いろいろ見てみたら結構でかくて重い。なので、それに物を詰めて運ぶとかになってくると、まあまあ重いなと思ってやめました。で、言ってもね、コンテナ、アルミコンテナも買ったんで、まあそこまで大きいものはね、必要ないかなと思いました。はい。で、ちなみにこの、シェルフコンテナは、別に Amazon ブラックフライデーとか関係ございません。なんだろうな。なんか買っていくと、なんかもうこれもいっかみたいな感じで、ポチったよね。そしたらどんどん物が増えていって。はい。まあこれはね、2つ買いました。まあ使用感っていうのはね、まあ結構皆さん紹介してるんで、まああえてね、紹介しなくてもいいかなと思うんですけど、これね、いろいろカスタムできるんですよ。なので今後僕はね、自分好みにね、カスタムしていきたいなと思ってます。はい。で、続きましてこれ。まあ、近々、嫁さんを連れてですね、またキャンプ行きたいなと思っていて、まあ、このウォータータンクもね、買いました。なんかね、ずっと欲しいって言われてたんで、まあ、一個買うかという形で、スタンレーのウォータータンクをね、購入しました。サイズが、僕は 7.5 リッターのものをね、選びましたね。これもちなみに、特に、Amazon ブラックフライデーは関係ございません。はい。これも散財です。はい。ありがとうございます。まあ、これもね、結構カスタムしてる人が多くて、なんかね、まあ、このスタンレーの色もすごく素敵なんですけども、自分好みにね、かっこよく塗装とかもね、できるみたいなんでね、やってみたいと思います。で、ここの蛇口部分っていうのが、売られていて、今、メルカリで、売ってる人がいたんで買いました。通常の蛇口だとやや使いにくいという話もあったんで、これでなんかいろいろセットでいくらだったっけな、4000円ぐらいだったかな。はい、こんな蛇口がついてるんですね。はい、なんか干渉しないようなデザインになってるらしくて、結構人気の蛇口ですね。はい、購入しました。まあこれをこのウォータージャグにね、こう後からつけることができるんですね。はい。プレートをここにつけてぴったり。すげえ。結構いい感じっすね。なんかこれデザイン的にここに干渉しないように工夫されて作られてるみたいなので、はい。いい感じだと思います。かっこいいです。まあ、あとは、まあ、今後、色とかをね、塗り替えていきたいなと思いますね。ここの手持ちの部分とかも、なんか木とかでみんな変えたりしてるんで、まあ、僕もね、まだ DIY 用の木が余ってるんで、まあ、自分で作ってみようかな、一回ね。やっぱカスタム、面白いっすよね。今後も僕なんかキャンプギア系のカスタムをねやっていきたいなと思います。はい、去年紹介したウィラーウェルの焚き火ストーブがあると思うんですけども、まあ、それのね、まあ、テントにインストールするときに、まあ、テントが燃えてしまわないようなこういうカバー、あとまあ延長するこのなんだっけこれって、まあ、煙突を延長するパイプもね買いました。まあ、あとは別に特になんかこう開けて紹介するってものでもないんですけど、あとまあトランシーバーね。
あのまあ撮影の時とか、まあ、あの僕ドローンを飛ばしたりする時もあるんで、前までねあのちっちゃなねトランシーバー使ってたんですけど、あの JAF とか近くにいると干渉するんですよ。で JAF のあの何々何々でなんか今向かってますみたいなやつとかが入っちゃって、ほぼあの撮影に支障をきたしたということで、もう少しいいトランシーバーを購入しました。はい、まあ、これもねブラックフライで関係なかったと思うんですけど、ただまこれ撮影で必要だなと思ったんで、あのまあこれは投資と思いまして買いました。はい、あとはこれはまあ夫婦で相談して買おっかって決めたんですけど、タオル研究所のタオルですね。あのうちってタオルの色とかあの種類とかもうバラバラで、まあ、正直ね見栄えが良くないと、なんだろうな、統一感がないんですよね。まあ、なんで今まで使ってたタオルをもう処分して、まあ、統一感のある色の、はい、タオルに揃えようという形であの購入しました。なんかねもうすごく人気で、触り心地もいいですし、あの吸水性もいいっていうことなので、まあ、こちらのものを何セット買ったかな、8セットかな、まあ、これを8セット買ったのかな。であとフェイスタオルを色を変えて、ちょっとインディゴブルーみたいな感じのこういった色のタオルをね買いました。はい、で最後の1個があそこにですね、さっきまだ置いてあるんですけども、スタンディングデスクですよをね購入しました。はい、組み立てようかな。まあなんか一人で立てるのには2時間ぐらいかかるっていう噂なんで、ちょっとドキドキしてますけども。はい、今まで使ってたテーブルを今からバラします。はい、今ですね解体終わりまして、スタンディングデスクをね取り付けていきたいと思います。おっ、やばい、これ34キロあるわ。よし、完成した。おーい、来ました。はい、なんとかできました。スタンディングテーブル、これで作業も集中できるし、腰の痛みも軽減されるんじゃないの。はい、はい、そんなわけでですね、まあ、ただまだまだ私の散財は続きます。はい、皆さんはね何をね購入されましたか、また何をね購入されますでしょうか。あの僕も動画で紹介したんですけども、ソニーの α7M4 が、発売されるのかな、もうすぐ。皆さんどうします、買いますか。まあ、僕は α7III をね使ってきて、まあ、実際ねやっぱり良かったし、この α7III を購入したことによって、まあ、結構ね人生変わったって言ったらちょっとあの大げさかもしれないですけど、やっぱそのぐらいだったんですよ。まあ、実際これを使ったから、まあ、ソニーさんからですね、まあ、レビューさせてもらったりとかっていうのもあるんで、うん、まあ僕はもしかしたら年末ポチっちゃうかもしれないですね。そのわけで本日もご視聴ありがとうございます。まあゆるい動画でしたが、楽しんでもらえたらね嬉しいですね。皆さんの散財記録、あのコメント欄にね、お待ちしておりますので、ぜひコメント欄にね残してください。はい、Twitter、Instagram やってますのでね、気軽にフォローしてください。あとなんかあるっけ、あーはい、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。